こんにちは、ディーズパイスの成田好花です。今回はスフェラ X マスクを使った感想をお伝えしていこうと思います。まずつけた感想としては、視界はとってもいいです。普段つけてるマスクが白スカートっていうのもあるんですけど、透明マスクっていうのと、あとレンズがすごく広くなっているので視界がとってもよく見えます。ちょっと見え方をやってみたいと思います。ちょっとこのカメラを使って表したいと思います。はい、感想です。カメラ、じゃあまずこのスフェラ X マスクをつけた時の視界の見え方は、カメがこの位置まで見えます。はい、次、普通のいつも使ってる普段マスクだと、なんとこの辺までしか見えておりません。まあ、ちょっとしかないかもしれないんですけど、そんな感じで見えております。で、あとはこのつけた時に魚眼になっていて、広くて遠く見えるような感じになっているので、物の距離感が最初はつかめなかったです。けどやっぱり慣れてくるとそこまで違和感はなくなるので、最初だけ見え方がちょっと変な感じだなって思いました。あとは人によってもあると思うんですけど、水中これ覗いて潜った時に酔う方もいらっしゃるんですけど、私は別に言わなかったです。ただ水面でこれつけて会話とかしたりすると酔いました。酔ったんですけど、慣れてくるとか、あとは水面覗いてれば言わなくなったので、その時だけちょっと焦りました。私は酔ってしまったと思って焦りましたけど、全然慣れたら平気になったので大丈夫です。今では完璧です。私は完璧スフェラマスターです。こんな感じになっております。ディズパルスでも販売しているので、詳しくは概要欄をご覧ください。以上、スフェラ X マスクの使った感想でした。バイバイ。